はい、今回新型ベゼル EHEV の Z の方ですね。前回ガソリン車の G 見積もって、今回は Z で、おすすめのオプション関係も紹介しながら見積もっていきます。2279,200円なんで、ホンダ車も普通車の中では3番目に安いですよね。フィットシャトルベゼルで、で今回どのグレードが一番おすすめかと、これについて、まずガソリン車とハイブリッド車の EHEV だったら 7.8 も燃費差があって、購入比率に関しても9対1で、EHEV の方が人気みたいですね。あと G に関しては装備面で貧弱ですし、それでも他社に比べたら十分標準装備は整ってますけどね。EHEV のベースの X に関しても装備面であまり良くないんで、コスパは良くないですし、だからといってプレイに関してもパノラマルーフっているんですかね。専用ガーニッシュとかツートンカラーに関しても別にいらないですし、あとインテリアカラーがグレージュって言って微妙なんですよね。セイ Z とプレイの価格差が40万なんで、やっぱり Z が一番おすすめです。でブラックにして301万7000円で、メタリックプラス3万8000ぐらいで、友情色で確かホワイトもカーキーもそうですね、3万8000で、でこれとプレミアホワイトとレッドは高めですね、6万ぐらい。ホワイトに設定して、カーキーにしといて、カーキー微妙なんですよね。グレーメタリック、内装はブラックですね。プレイだけがグレージュで、他のグレードに関してはインテリアカラーはブラックで、実車見たらやっぱりかっこよかったですね。それでも先代の方がかっこいいと個人的には思うんですけど、見合えてきたらかっこいいデザインになってくるかなって思います。形状はこっちの方がかっこいいですもんね。ロー&ワイドになった分スタイリッシュに見えます。グリルがボディ色と同色っていうのが見合えてこないのか、プロトタイプみたいなデザインなんですよね。で他のグレードと一緒でホンダコネクト外した場合、ホンダコネクトディスプレイ、これが微妙なんで、ホンダコネクト4ギャザーズナビスペの方で22万近くってくるんで、この差は大きいですよね。浸水ヒーテッドドアミラー、熱線入りフロントウィンドウ、運転席助手席シートヒーター、ブラインドスポットインフォメーション、ハンズフリーアクセスパーテールゲート、マーシをかざせば開くやつで、 Z でも長いウインカーがつくのはすごいですよね。マルチビューカメラ、これつけた場合プラス30、他のやつの付き合い、こっちの方も同時付けするんですね。高いんで、コンパクト SUV で嫌ですもんね。別に駐車しやすいボディサイズなんで、でコンビシートで、メインがファブリックで、サイドがプライムスムース、他のホンダ車と一緒で、18インチアルミ、ベーシックアイテム新車 PKG、これは必須ですね。4点セットで71,489円、かなり安いんで、マットガードも15,400円、安いんでつけといて、ボディカバー18,700円、エクステリア、このオプション結構時間かかるんですね。ホンダアクセスのどちらかといえばこっちがかっこいいんで、こっちもつけといて、3000円高いですけど44,550円で、金貨ブラックエンブレム9900円、11,550円、スルーして、
エクスチェンジャー関係は特に他は嫌ですね。さっきのフロントグリルで十分力強さはあるんで、ドアミラーカバー、シーピラーレカード、エキパイフィニッシャー、ドアハンドルプロテクションカバー、フィルム1430円、今回プロテクションカバーの方ですね、5500円、まあそれでも安くて、リアカメラノースイティッククリーナー、これもあった方がいいんで、アタッチメント含んで14300円、ワイパーブレードがあって、エアロパーツ、テールゲートスポイラー関係、ロアスカート関係ですね、ホイール足回りで、インテリア、光のアイテム、今回はブルーの方ですね、フットライト、サイドステップ、センターコンソールイルミ、リアの方は光らなくて、フロントの方はスカフイルミは光るみたいで、安いですよね、77,330円なんで。センターレイアウトパッケージ、まあこれもつけといて、センタートレイライト、インナードアハンドル、ドアポケットイルミ、ドリンクホルダーイルミ、4点セットで、この価格はかなり安いんで、ドアレコフル前後ですね、53,900円のやつつけといて、車載機、ナビスピンついてましたよね、電子インナーミラー、64,900円、今回のベゼルはあまり後方確認の視界性が良くないんでつけといて、アタッチメント含んで約75,000円、エンジンスターター、シートバックトレー、ディアパネルライニングカバー、まあこれも傷防止につけといた方がいいんで13,200円、テールゲートライト、まあこれも夜間役立つんで、ワイヤース充電もつけといて、ディーラーオプション設定なのがありがたいですよね、静電気除去も運転席助手席ともつけといて、ラケージソフトトレイ、こっちの方ですね、16,500円つけといて、でキーカバー、靴下猫、靴下猫のこと昔の人旅猫ってよく言いますよね、3,300円で、安いのネイビー、これと1,980円、他はもうつけるようなオプションがなくて、やっぱり8インチは一番いいですよね、7インチは 96,800円のやつはちょっと小さいんで、9インチも55,000円しか8インチと変わらないんだったら、こっちの方もいいんでつけときます、アタッチメント含んでだいたい30万ぐらいですね、30万じゃなくて21万ぐらいですね、で合計金額が、新型ベゼルの EHEV の Z で総額が3,902,962円で、内訳が車両本体23,700円、ディーラーオプション847,462円で、諸経費が118,500円で、まあ大方やっぱり400万ぐらい変わってきますよね、点検パック、電池保証、でコーティングとかをつけていけば、やっぱり410万ぐらい変わってくるんで、まあ値引きしてもらったら400万切りますけどね、まあ20万ぐらい引いてほしいですよね。はい、ということで今回新型ベゼル、売れ筋の Z の方を見積もってみたでした。